ツイッター見て明日楽しみ、あ見てくださいましたか、ありがとうございます、こんばんは。あ、認証でできなくなったって、今日はカフェの日、いいえ今日はカフェやりませんよ、普通にいつも通り話します。今から私家族でオンライン食事会をするので、ちょっと今日はちょっとね早いんですけど、時間が6時半からでしょ。いや今日やっと1日目のネガイちゃんが SSR になったで、おー、私ずっとこれ SSR って読んでるんですけど、せ読んでるんですけど、ゲームの時も、うん、合ってるの読み方、ゲームをまず今までやらない人だったので、マリオとかしか分からないので、あと ドンキーコングやってたな、番号一緒なのに、あなんでだろうね、そういう時あるよねゲームって、うん、あれが一番イライラする、覚えてないだけじゃないのって言いたくなる。こんにちは、こんばんはの時間だねもうね、うん、皆さん元気、お元気でしょうか。私は昨日も夜更かしてパッションフォーユーやってました。パチ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 してましたね。こんにちこんにち、あんにょーん、ネガイちゃんにプレゼント送っておいた映画のブルーレイです、ありがとうございます、こんばんは、こんにちこんにち、こんばんは、こんばんは皆さん。ゲームに参加したいけどスマホ持ってなくてゲーム参加できないけど応援するね、ありがとう。かなり前にやっててまた始めようとしたけど認証で弾かれました、クソ野郎こんばんは、こんばんは、皆さん元気ですか。私は今日もゆったりまったり生きております。まったりはしてないわ、ずっとパッションフォーユーやってたからちょっと眠たいですね今日は私は最近はなんか今日ダンスの練習もしてた、家でダンスの練習もしてました。ママそうだね、クソ野郎なんてアイドルが使っちゃダメないんだけどね、今は使わせてほしい、クソ野郎。仲間の方々がものすごい数のリクエストをしてくださいましたよ、ここで何枚とは言えませんが。本当ですか、ありがとうございます、ダンス練習お疲れ様、ありがとうございます。運営に連絡取ると対処してくれるよ、連絡取りましょう、今すぐに、今すぐに、なんて書いてある英語のところ、あ飽きる、飽きる、うん、あずっとやってると飽きる、あもう飽きないです、私はもう表紙を取るために必死なんで、うん、表紙を取るためには私は必死でございますので、もう飽きるとかないです。でもちょっと休憩しないとダメだし、私もなんか他にやることがあるので、やっぱりダンスをね25日の振り V が昨日やっと送られてきたので、それ覚えたり、あとは学校のやつやったりと、本当にちょっとパッションフォーユーをする時間がなくなってきてて、ちょっと焦っておるんですけど、あと私なんか寝ないとダメな体質なんでしょうね、正直寝ないとなんだっけ、倒れちゃうんだっけ、寝ないと倒れちゃうんですよね。だから、まあ、まあ体重を増やさないためにも1日の中で12時までには寝るようにしてたりしてたんですけど、ちょっと頑張って最近1時とか2時まで起きてるようにしますしてるんです、パッションフォーユーやるために。そしたらなんか昼寝2時間昼寝しました。今日昼寝してないわ、ママダンスを覚えたりしてたからめっちゃ眠い、ネガイちゃんへの支援の輪が広がってるって、ありがとうございます、感謝します。そうなんですよ、いろんなファンの方が頑張ってくださって、何枚とかも私はもうずっと祈ってるんですよ。はい、なんかよくこうやって私お祈りするんですよね、私ママそうね、私これよくお祈りするんですけど、あのブラジルとか、まあホームステイしてきた海外の子もいたし、うん、まあ、環境的に私仏教の方の宗教じゃないんですよね、うん、どちらかといえばなんか
海外慣れを2歳ぐらいの時からしてるので、うん、どちらかといえばあのキリストの方なんですよね、教会ね、教会、うん、クリスチャンですね、言えば、うん、あの豚肉食べれないとかじゃなくて普通にお祈りしたりとかそういうのの方なので、アーメンの方です、皆さんアーメンの方です、うん、アーメンね、アーメンつけ麺、僕イケメンじゃないよ、うん、アーメンの方なので、よくご飯食べる前とかあとは寝る前とかずっと私はお祈りしてるんですよね、うん、はい、なので聖書読んだりとか、うん、ちっちゃい頃からそっちで洗礼も受けてるんですけど、なんかこういうね宗教の話するとすごいなんかみたいな、日本人なのにとかね言う方たまにいるじゃないですか、普通に、うん、私一般人の頃も言われたし、うん、でもなんか別に害与えてないからよくねみたいな感じで思ってるので、まあ、私のファンの皆さんはそういう方いないから普通に話すんですけど、ずっと祈ってるんですよ私、もう行動にも移してるし、もうずっともうどうか表紙に出れますようにアーメンってお祈りしてるんですよ、もうクリスチャン、そうクリスチャンですよ、仏教の方じゃなくて教会に行ってます、日曜は教会に行くの、日曜はね教会にはね行ってました、大阪の時は、普通の中学生だった時は大阪の、教会に日曜日に絶対行ってたんですけど、あの木曜礼拝とかもね行ける時は行ってたんですよ、学校が休みの夏休みの時とかね、でも今は私もなんかもう予定がわからないので、まあ、いつも変わるので今はオンラインで、ね、オンラインでやってます、もうまずコロナだからオンラインでやってたりしてますね、教会に行くのは教会座布団15枚いただきました、皆さんそれでねずっとお祈りしてるんですよ、そんなにね幅が支援の輪が広がってるとは私もあんまり思ってなくて、なんかこう呼びかけてくださってるのは知ってるんですよね、ファンの皆さんが、うん、でまあその呼びかけてくださってるやつとかに私はいいねするんですよね、うん、あの、ほとんど私多分皆さんパッションフォーユーのやつをこのツイッターでなんか私のハッシュタグ BOG グラビアに願いよっていうハッシュタグと深い願いか願いちゃんっていうやつが絶対どっかで入ってれば私エゴサするんですよ、うん、こんなこと言ったらちょっと悪いこと書く人とかもたまにいるんですけども、そんなやつはペッペって感じで、うん、あのもう、まあ、スワイプして消すよって感じなんですけども、うん、あのいいね全部押してるんですよ私、うん、もうパッションフォーユー関係は全部皆さんいいね押しに行ってるので、あのまだ押されてないって方は多分文章の中に願いちゃんとか深い願い、うん、この2つが絶対入ってればいいね押しに行きますです、だからなんか支援を呼びかけてるやつとかにもいいねしちゃってるのでね、うん、やらしいなと思うかもしれないんですけど、パッションフォーユー関係全部いいねしてますし、うん、っていうのなので、あの変に思わないでください、うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、そうなんですよ、すごくね素敵なことですよね、全然話変わるんですけど、私メイク変えました、月曜日のためお酒を選んでるね、あーすごい、うん、月曜日のため16日のためか、そうありがとう、言ってましたね、なんかみんなそういう地道な努力ですよ、いいねがあれば何でもできる、元気ですか1,2,3 あーそうなんですよね、あ今日メイク、そう今日最近ねメイクを変えました、なんかねアイシャドウがもうほとんどついてるかついてないかみたいな顔になったの気づいた人いるかな、前まではここをすごい茶色を塗ってたんですけど、もうほぼ塗ってないんですよ、わかるかな、なんかはい、わかりました、わかる、うん、あのアイシャドウパレットごと変えたんですよね私、でもね白いアイラインはね引いてるんですよ、わかるかな、私はなんか気分でメイクを変えるので、メイクがちょっと濃い日もあればなんか薄い日もあるしっていうのでなんか生きてます、うん、自分のマインドで生きてるそうだ、ね、こんばんは、来ました、あーい、こんばんは、にーわにー、パレット、そうアイシャドウパレットをなんかもともとクリオのやつを使ってたんですけど、賞味期限が切れて目の中に入ったらもう痛い痛い痛い、やめてやめてって感じになって、なんか新しいなんかプラザ
プラザだよね。プラザだったらプラザは北川になるからね。プラザに行ったらなんか、まあ、良さそうなラメが入ったやつをあったので買ったんですよ。そしたら案外薄付きで、でもなんかこっちもなんか可愛いなと思ったんで、ノーメイクの日もあるの。私ノーメイクの日もねあるよ。いやショールームでは一応メイクはしてるんですよね、うん、でも本当に肌荒れしてる時ってメイクしないです。あ、設定してたんだね。 iPhone、 あ、新しいの買ったってこと？すごいね、うん、使いやすい。ねがいちゃんこんにちは。今日もお綺麗ですね。ありがとうございます。でもね、私ね、あのメイクを薄くしたら子供っぽい顔が出るんですよ、うん、でももう子供っぽい顔じゃなくなったよね。ない、全然全然ない。あ、いいって、うん、新しいやつ。ママよりも上やの。大きい、小さくなったと思う。ママよりもしかもそれでかいもん。イレブンでかすぎる。ちょっと本当に、ちょ本当に私が言う、見て見せていい？あのこっちじゃないから。お母さんのやつイレブンなんですよね。イレブンなんです。なんか無駄にでかくて、ちょっと写真撮っていい？これでなんか、まあ、写真撮るときお母さんのね画質いいからたまに借りたりするんですけど、なんか持ちにくいだから、うん、ありがたく思ってアイドルの自撮りが。ありがとうございます。家で見れるなんて最高。撮れた？今の2位が良かったね。もう一回撮るわはい、撮れた？あ、撮れた。無駄にね、でかいんですよこれ。そうなんです。あー、顔の印象が明るくなった。今日、プラダって高そう。プラダって高いですよ。プラザは安いです。いや、どうなんだろう、わかんない。プラザの中で買っ のお店の中で買ったアイパレット、アイパレットです。だからなんか普通にいろいろありますよ。吉田あかりさんのやつとかもありますし、なんか何しても私なんかもう顔が大人になっちゃいましたね、うん、なんか化粧をしてるから大人っぽくなったとか、化粧のやり方で大人っぽくなったってファンの人に言われてたんですけど、もうとってももうメイクとっても大人っぽいっていうね。あと私が探し求めてたカーディガンでございます。下はねちょっとねズボンなんですけど、こうキュッとなっててね、可愛いでしょ。無地なんですけど、ちょっと素敵。カフェとか行くときに着たくて買いました。カーディガンです。家族迎えに行ってきます。いってらっしゃい。気をつけて。私年なので11くらい画面でかい方が文字読みやすいわ。今のやつ見にくい。え、めそう？確かに大画面やから YouTube とか見るのにはいいと思うんですけど、なんか私職業柄自撮りするじゃないですか。重たいから、ね、重たいで、なんかバッグに、ちっちゃいバッグが私好きなんですよ。入らない、ちっちゃいバッグに入らないんです。垢抜けたねって。ありがとう。おしゃれなカーディガンですね。でしょ、なんかイレブン重たいよ。重たいやろ、うん、なんかもう祈りが届いてるって言ってくれてたよ、僕の周りにも。さっきまで横にあると LINE してました。え、そうなんだ。うん、明日のことについてなんか、うん、多分分からなくて、コラボ配信をお互いしたことがないので、うん、まあ、私はやり方なんとなく分かったんですけど、あの多分横にゃんが初めてで、うん、分かりにくいかなと思ったんで、うん、説明が書いてあるそのコラボ配信機能の説明やり方、うん、書いてある URL 送ったりしてて、うん、そうですよ。昨日もらい、できそう、うん、うん、こんばんは。袖が長いカーディガンが好みですか？そうですね、袖がこういう長くて、私的にはこういう長めのカーディガンの方がなんか包まれてる感が好きなんですけど、最近短いのも流行ってるんで、どっちもいいかなと思います。
よくにゃんと普通に話してました。あ、見ました皆さん、ロッカー、あの頃のロッカーだったっけ、なんかあのパッションフォーユーの CM のやつです。 CM 選抜やっと撮れたんですよ多分ね。でそれがなんか見ようと思ったんですよ。裾が長いやつ好きですよ。なんかあの見ようと思ったんです、全部フルで、見方分かんなくて、ごめんなさい。でもなんかすごく素敵なダンスでしたね、サビ。ちなみに私の相方横にゃんもいますちなみに私の相方横にゃんもいます。そうそう、すごい衣装似合ってた横にゃん、可愛かった。あ、三十何夜なの横にゃん、だからちょっと既読がつかないんか。私はそうですね、明日横にゃんとコラボ配信ですね、12時から。まあ予定が変わることがあるので皆さんちょっとそこはご了承いただきたいんですけど、ぜひね見に来てください。あのポチポチしながらでもいいので見てくださると嬉しいです。いやポチポチしてほしいんですけど、次の日がもうねイベント終了なんで、あの皆さんが楽しめるようにやるので、あの まあね限りなくコラボ配信っていうのをまずあんまり多分よくにゃんとやる機会がないので、見てほしい反面ポチポチしてほしいっていう気持ちもあるんです。あーもうみたいな。 I'm new in here here hello hello。 17kg のニットワンピースが明日僕の自宅に届く予定です。イベント終わってから劇場に送る準備しますね。ありがとうございます。もう皆さん優しすぎませんか。いっぱい着るね、いっぱい着るね、もうほつれてくるぐらい着るねポチポチは常に頑張ります。ありがとうございます。なんか私のやり方的には一回なんかパッションフォーユーをやり続けてるとネガティブな気持ちになってくるんですよ。これないですか皆さん。わかんない、なんか多分立候補してる初見さんだって。あ、うん、はいはい、すごい、ありがとうございます。なんかこう多分立候補者だからこそ多分プレッシャーもあるじゃないですか、まあ、ファンの皆さんもやってるからこそだと思うんですけど、なんか本当に大丈夫なのかなみたいな、うん、なんかどんどんなんかやりすぎるとなんか頭の中がネガティブになってくるので、レディーガガさんの曲を聴いたりとか、ちょっと休憩であの動物の森、携帯の動物やったりとかでひたすらなんかちょっとやってからもう一回やってとかやってたんですけど、今日はほとんどダンスちょっと早めに覚えないといけなかったんで、私の中で早めに私は立ち位置ダンスを動線覚えてからあの何回も練習するタイプなんで、ちょっとあんまできなかったのが悔しいんですけど、今日はオンライン配信は食事会を家族でやってからまたポチポチします。ほんと眠たい、今日一睡もしてないわ一日の中で。珍しくない？珍しい。ママも今日は寝てない。ね。みんな多分ポチポチしてくれてるからね、コメントないんだと思う。そうなんだね。うん。本当にパパさんによろしくお伝えください。あ、はい。なんなら電話かけます？すまた。ねがいちゃんこんばんは。今日永遠の〇〇〇歳になりました。私的にはその〇〇〇が3個あったら100歳とか思っちゃうんですけど、でもね顔見た限り100歳ではなかったから、何歳かはちょっと永遠の何歳になったんですね。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイリアなになにさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。今日はちゃんと出てない、いいえポチポチやります。あーでもな、明日横に、あーでもな、それでもやらないとな、やります、パッションフォーユーやります。皆さんと一緒の時間枠を頑張っていきたいので頑張りましょう皆さん。
すごいね、すごい数をね私のファンの方が入れてくれた、ありがとうございます。おめでとうございます。多分ね私が知らないだけで、多分ツイッターに投稿してない人とかもいるじゃないですか、リクエスト入れたよとか、そしたら多分だいぶ支援してくれてる人私が知らないだけでいると思いますよね、うん、昨晩はヘビーメタル聞きながらポチポチした、いいですね。ちょっと頭の中ってガンガンなりそうですけど、私はね、うん、これですよ、スパイシーガール、うん、テレテレテテレ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 テ、なんか海外のめちゃくちゃなんか昔の曲とか、あとはレディーガガさんの曲とか、アリアナグランデさんのあのサンタさんの歌とか、あとはマライアケリーさんのクリスマスソング聞いたりとか、あと K-POP 聞いたりとか、なんかこう私は最近なんか夢を叶える系の曲を頑張って聞いてます。なんかそういう系を聞いて、なんかレディーガガさんの曲とかってめっちゃ前向きな曲ありません？なんかなんて曲か忘れたけど、なんか私は私らしい美しさがあるのみたいな、うん、なんか生まれた時からみんなスーパースターだよみたいな曲なんですよ、うん、なんて名前か忘れたんですけど題名、なんかそういうのを頑張って聞いてモチベーションを高めてやってます。最近朝晩寒くて、昼間暑いから体調に気をつけてね。ですよね、なんか情緒不安定なんですかね、あの空も太陽も。あれだけの票数は本当に多くの人が入れてくれないといかないです。え、ちょっと気になるんだが、ママ。え、なんか正直言って、ヨコニャンのファンの方も全員とは全員言わないんですけど、個々で応援してくださる方を見たんですよ。うん、でもすごい本当にありがとうございますと。で、マキコさんのファンの方とか、うん、その方々が軍団でやってる方じゃなくて、ただ単独でやってくださったりとか、いろんな私推しじゃない方が多分私の一生懸命さで選んでくれたと思うんですよ、うん、多分なんか真面目な話になると、私は一生懸命さが多分売りなんですよね、うん、真面目で、まあ、アイドルに向いてないんですけど、うん、なんか知らないけどさ、なんか今回のパッションフォーユーで顔批判されてたりするんですよ、うん、ね、顔批判されてたりなんか言われてるんですけど、なんかすまん、今私自分の顔が好きなんやと思ってごめんごめん、ブサイクって言ってくる人いるけど、すまん、私自分の顔が今大好きなのね。そうだよ、自信持って、うん、価値観ですからねと思って、なんか自分の顔が好きっていうか好きに なろうとしてきた。自信を持ってる時が一番女性は美しいんだって。オーラっていうね、願い可愛いよ、ありがとう。そうなんですよ、本当に皆さん本当にありがとうございます。頼らないと高い壁に乗り換えられない、願いちゃんが魅力的だからみんな協力してくれる、本当に奇跡だと思うんです。私もう支援頼まないから、本当に人に、うん、まあ、こういう性格もあるし過去でいろいろあったのもあるから頼めないタイプなので、うん、本当にもう皆さんありがとうございます。もうリスト化なの、ネガイちゃんの顔めっちゃタイプです。そういうあなたの、そう言ってくれるあなたすごく私にとってタイプです瀬戸内48のリスナーです。いつもそうやって書いてくださるよね。いつになったら SKE のファンになってくれるんですかあ、でも乃木坂 SKE っていう SKE が入ってるから好きなのかな、うん、ってことは私も好きなんだね、ありがとう。勝手にポジティブ解釈しちゃう、否定する人は置いといて自我を貫こう。そうですよ、神様が間違えるはずないじゃないですか、うん、ね、レディーガガの曲にもあったけど、乗り越えられない試練を与えない、私まだ希望捨ててないです。お前は絶対入れないっていう人いるけど、なんか希望捨てた方が負けだと思って、自分を信じた方が勝ちっていうのを聞いたことがあります。そうです、だからお家で大丈夫かなってママとかには言ってるけど、1日に勝利しますと私は言います、2回2、3回言ってるけど、ファンの人が頑張ってるのも知ってるし、私も全力出して頑張ってるからね、うん、本当にもう私以外のファンの方で応援してくださってるファンの方は本当にありがとうございます。もし
あのトーク会とかで会った時に、僕ネガイちゃんパッションフォーユーなんか入れたよってもし言ってくださったら、うん、あの感謝は伝えさせていただきます、ありがとうございますというので、あの名前知らない方とかも多分いると思うんですよ、うん、ね、名乗ってない方も多分いるので、うん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 、本当にありがとうございます。本当にあのさっき横にゃんファンにツイッターで呼びかけました、それをねいいねしたんですよ多分私、うんうんうん、でそれでなんかあの変になんか思われてたらどうしようと思ったんですけど、パッションフォーユー関係には全部いいねしてるので、うんうんうん、お許しください。なんか支援を施してるわけじゃないので、私が見つけた限りのパッションフォーユー関係はいいねしてるんで、お願いします。僕も、あ、私も諦めないというより勝つことしか考えてないです。そうですよね、私もちゃっかりなんか聞いてくださいよ、なんかもう雑誌の表紙に載る気満々で、私携帯のホーム画面、ロック画面、 LINE のトーク画面を全部雑誌のなんか画面にしてるんですよ。やばくないですか、もう乗る気満々、うん、それぐらいの勢いでいかないとね。あ、お僕の周りの方々もネイピョの思いを叶えてあげたいと頼んでいないのに支援してくださいました、もうみんな抱きしめさせてください。単押しだから剣持ってない、あ、横のレーンとかでいいんですよ、うん、私がレーンに行くまでの間に大声で僕指定したよとか、ネガちゃんネガちゃんって呼んだら私振り向くからね、急いでない限り、うんうん、おーって言って、何呼んだって言って、入れたよって言ったら、オッケー顔覚えた最高って言って、ありがとうございますって言ってレーン行くので、別に私のレーンに来てっていうわけじゃないから、うん、横のレーンの人でも多分あなたのこともしかしたら私知ってるかもしれない、顔、そうだね、劇場とかトーク会で顔見た時とかで覚えてるので、私それ大事、欲しいものなりたいものちゃんとあって素敵、ありがとうございます。こんばんは。私のね、私人生設計してるんですよ、人生設計トントントンなんで、なんだったっけ、なんかなかったっけこれ、あ、建築関係トントントンや、トントン、今私そこの部分を人生計画トントントン未来は先取りですね、いい考えです、ありがとう、私はもう信じてます。あとすごい高い壁ですけどね、相手方は、うん、もうって感じ、なんかおーみたいな、なんかおーって感じだけど頑張りますってかもう頑張ってるからみんな、それだい、こんばんは、こんばんは。今日の私のお家はキンパ食べます、キンパと王将の餃子食べます、チヂミやと、そう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 、なんか私たち最近いろんなあのお国の料理を食べるのが好きで、この前はブラジルのチキン食べたり、パエリア食べたり、次はもうなんかいろんな多国籍、いろんなものですね、うん、自分の家はね、そうなんですよ、だから次はハンバーガーでも食べようかなと思ってるんですけど韓国と中華が混ざってる、確かにでも餃子の王将といえば日本に、あの日本じゃない、餃子の王将といえば大阪みたいなところあるんですよ、うん、私の中で、いや名古屋に来てびっくりしたのが王将が全然ないんですよ、うん、京都王将か大阪の王将どっちが好き？京都やんな、やっぱり京都の方です私も。なんか名古屋に来てからなんか私たちの大阪住んでたところとかも、大阪全体が多分私の予想では王将めっちゃあるんですよ、うん、言えば日本なんか、名古屋だったらなんだろうな、マクドナルド感覚であるんですよね、うん、あとは米田並みにあるのか、うん、言えば米田コーヒー並みにあるんですよ、うん、伏見のハンサムバーガーが美味しいよ、だって食べなきゃ。何だろう、それって検索したら出てきますか？ハンサムバーガーね、覚えた、かっこいいバーガーで覚えとくわ、うん、なんか本当に車でドライブしてて、あったマクドナルド感覚なんですよ、だから名古屋で言えば、うん、米田コーヒー感覚でいっぱいあるし、まあいっぱいあるから空いてるんですよね、まあびっくりドンキーみたいな感じですよね、うん、でもなんか名古屋に来てから王将を全然見かけないんですよね、なんか遠くに行かないとなんか
お醤が食べれないっていうのが不思議な感覚で仕方ないんですよね。ママね、車でピュンって行けばピュンってあったんですのに、あとはなんか、うん、なんかどこも混んでるね、じゃあお醤行こうかみたいな時もあったから、うん、なんでなんですかね。こんばんは。ママさんお酒が進む料理ですね。ね、ね、この後予定が入っていまして、失礼します、ありがとうございました、ありがとうございます。今回に上位2人のファンの油断が一つのポイントになると思ってます。私上位お二人さんのことでなんかあんまり言いたくないの、うん、なんか言いたくないの。確かにね、あのすごい人たちだからね、すごい人たちだからだから、もうなんかどう、私の性格がそういうところもあるんですけど、私的になんか誰かの悪口は言えないんですよね。ね、ママ、いやそれは私に害を加えた人はこの野郎ってなりますけど、うん、なんとも言えないね。もうなんかもう私たち陣営のことしか私は考えてないからなんとも言えない。確かにね。でも言う、声もいいけど、あーちゃんの声お願いします。お姉ちゃん今多分まだ帰ってきてない家電話かけたら怒りそう。かけてみる後で謝るわ。女の人の声っていけるやろ。さあちょっと待ってね、お姉ちゃんに電話かける。あーちゃんね。いやパパに電話して、あーちゃんに。どうしよう、免許更新の時やった、まだかな。あ、応答がなかったです、うん、お姉ちゃんはごめんよ今なんか来た電車やでってファンの方が声を聞きたいらしくて。コメントちょうだいちょうだいコメントちょうだいって言っといた、うん、あーごめんよ電車やねんってお姉ちゃんが言ってます。グッとしてコメントコメントと戸惑ってるコメント姉ちゃん電車にいるみたいです。今なんかって言ってる、うん、今多分めっちゃ考えてくれてるのでちょっとお姉ちゃん待っててください。途中下車してもらいます。ダメですダメです、オンラインに間に合いません。間に合いません。ゆこにゃん18時からショールームやるみたいですよ。あ、そうなの。あ、ちょっとすごいお姉ちゃん多分今めっちゃ考えてくれてる。仕事終わりや、帰ろう帰ろう帰ろう。すごいで止まるからめっちゃ考えてくれてる多分。あちゃん多分すごいお姉ちゃんは真面目なんですよ。うちのお姉ちゃん真面目なので。両方真面目ね。あ、お姉ちゃんからです。年始の配信には声だけ出演できたらと思っています。お体に気をつけて皆さんめちゃラブですってお伝えください。大好きだよっていうことらしいです。素晴らしい、あーちゃんありがとう。あの年始のね配信をいつもやってるんですけど、お姉ちゃんが休めたらあのショールームしようと思ってるので、お姉ちゃんの声が登場するよって、顔は見せれないけどっていう。お姉ちゃんね、あの仕事してるので。ではパパさん行きましょう。ブッチされたらどうするんよマジで。まあ、見張ってるかもしれへんだよあの人。お兄ちゃんさらへよ、伝えとく後で。やったもん勝ちだからね。これで皆さんがポチポチする元気が出たら、はーい何やってる。山や。ちょっと父山みたいです。山だったみたい。山におるんですか。なんか山行ってるって言ってたから、多分そこでブチブチ切り取ったから多分。こんばんは。山登り、うん、仕事関係で山
を見に行ってるんですよ。お仕事関係トン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 、ごめんなさい。お姉様を表紙にするために頑張ります。ちょっと待ってください。お姉様を表紙にするため、あ、妹を表紙にするために頑張りますってことかな。やった、あーちゃんに一重百戦千枚入れたよなんでお、ね、どうしよう、お姉ちゃんも連れてくる私が表紙入れたら姉ですって言って連れてきましょうか。クマと格闘していたらどうしよう、勝ちそう、なんかクマ対クマみたいな。熊崎さん山でイノシシと戦ってるのかな。ぜえパパでも勝ってるのかな、どうなんだろう。お姉さんありがとうございます、お正月楽しみにしてます。はい、なんか LINE 来た、あーちゃんがハートのスタンプを送ってくれてます。と LINE の、ね、画面はね、ちょっと見せれないんですよね、うん、プライベートの話とかもしてるんで。なんで解放見ましたよ、ありがとうございます、可愛かった。ちょっと待ってね、お姉ちゃんにスタンプ返しとく。最近ね、やいちゃんのインスタっていいよね、フォロー数が増えたのでは。あー増えましたよ、めっちゃ急激に増えました、うん、うん。それなら2000枚、ウェイウェイウェイ、はい、切れちゃった。あー違う違う、あの iPad でやってるやろ、ショールームを。だからLINE で電話をかけてきたら切れちゃうの、 iPad も電話で入れるから。そうそう、 LINE 電話やったら切れへんけど、そう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 、あ、いいよ、あ、もう電話で受け取ったから大丈夫。うん、なんかファンの人たちが聞きたいって声を。あ、それでリクエスト権が減ると。大丈夫やってパパ知らへんの、スタッフさんがパパが29時間配信に最後に出てくれてよかったよって伝えられてんで、願い やったもん勝ち。みんな入れてくれてるって、すごい数入れてくれてるらしい。なんかもう一回言って、もう一回言って。みんなほど頑張ってないけどみんなほど頑張ってないけど、パパも頑張ってるっていうか、あのなんていうの、俺のあの使い方よく、あのなんかもっとこう効率よく貯めるのはあるんやろうけどな。うん、確かに。うん、パパら弱いな。いや、強いよ、うん、パパだって座敷わらしに好かれてるやん。だから座敷わらしはなんか、なんか、なんかたまたまやん。昨日の時点で願いパパの枚数の4倍は貯めましたよって言ってくれてる方がいる。そうなんよ、パパ今何個やろ、パパ今まだ1000枚いってないからな。いや、それでもすごいよね、うん、800枚ぐらいちゃう。パパ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 、願いの口がびっくりしてる。パパさん、うん、I love you やって。いやん。いやん。じゃ、この人やったらなんかちょっとあれなんじゃあパパ切るで。まあ、後でない。切るんかい。ぶっちされたら。え？かけろって言うたからかけたのに。ごめん、後で。パパはな、あのあんちゃんが帰ってくるからな。うん。ごめん、じゃあ後でね。バイバーイ。バイバーイ。皆さんさようなら。今日もブッチされへんかった。もう許されたかもしれない。香水はつけてる？あ、つけてますよ。見せてあげる？香水ママ。うん。ママ寝てんね。ママ。見せますよ香水。どんな香水？あの持ってるやつ。パパさん出てくれたから今日はたくさん座敷わらしちゃんに会えそうな気がする。
会えるよきっと。赤番はされへんわ。ドルチアンドガッパーナの香水は持ってないんだ。ディオールの香水だったら持ってる気がする。あ、じゃじゃーん、私の香水です。サボン、サボンのオードトワレオードサボンムスクの香りのやつです。可愛くない？めっちゃ可愛くない？香水って可愛くない？いい匂い。いっぱい使ってます。でもこれの方が私は好き、どっちも好きなんですけど、これはディオールの香水です。メンズの香水なのかな、わかんないけど、なんかあ、めっちゃいい匂い。なんかメンズの香水なんですけど、なんか女の人にも使える匂いっぽいから、なんか匂い嗅いだ瞬間にめっちゃ好きで買いました。高かった。さすがディオールって感じでしたね。基本的にこの2つどっちかをいつも外出の時に使ってます。まあノリ、今日の服装はこんな感じかなとか思ったりする。今日の多分服装的には多分ムスクなんですけど、こっちはなんかこれめっちゃいい匂いよね、メンズのやつなんだけどめっちゃいい匂いやから願い、香水屋さんに行ってこれ買ったよね。そうだよ、癒されるね。香水集めする、あ、ありがとう。あ、これ置いといて写真最後に撮ろう、うん、案外おしゃれなんですよ。なんか昔の印象があって、なんかおしゃれじゃない人って思われてると思いますけど、めっちゃお化粧好きだし、服買うのめっちゃ好きだし、香水好きだし、オムとか書いてある、オム、オードトワレオードサボンムスク、サボンはムスクって女子のイメージじゃないの私だけ。そうなんですよ、女子のイメージじゃないじゃないですか、うん、これめっちゃいい匂いなんですよ。なんか私ってなんか女女性バラっていう匂いが個人的に鼻が効きすぎて苦手なんですよね、うん、なんていうんですか、バニラの香りも好きだけど、バニラの香りだったらボディークリームの方が好きなんですよ。香水だとなんかちょっと、うん、それなんかシトラスとあのどっちか選べてムスクがあって、うん、シトラスの匂いすごく良かったんですけど、やっぱりどっち選んだ、こういうムスクはオードサボンムスク、そうそうそう、オードサボンムスク、カツオだしよりちょっと違う分類だけど、それ座布団10枚あげる、すごい面白い質問、大好き。そう、洗濯洗剤の匂いみたいな匂いめっちゃいいじゃないですか、うん、で私はなんかバラバラバラって匂いがちっちゃい頃から鼻が効きすぎて苦手なんですけど、なんか中性的な匂いが好きで、どちらかといえば男性でも女性でも使えるよみたいな、こうなんていうんですか、なんか こういう人が好きなんです。なんか普通にフェチなんですけど、こう海外の人とか、私が教会とかに海外の人とかがよくいるんですけど、そういう人たちってこうパッて通った時にさりげなく香るじゃないですか。さりげなくムスクの香りが香ったり、石鹸だったり、さりげなくなんかディオールの香りが香ったりすると、1分間見つめてしまうんですよね一回。だからそういう人になりたいなと思って、なんかこのディオールとムスクをつけたら、うん、なんかマネージャーさんにもムスクは褒められました、うん、もし 2以上になったら何かお祝いに送りますね。飲み会の分の予算が来ましたのでありがとうございます。こだわり素敵です、ありがとう。皆さんなんか香水に困ってたらお揃いにしましょう。誰でも使える系ですよ。オーガニックだから多分こうやってつけるのがいいかな、なんかトントントンってつけるの、あ、どの香水もみんなこうやってつけてる人いるんですけど、こっちの方がいいらしい、匂い玉が消えるから。こんばんは。でも最近私手首と耳の後ろと、うん、あとここの膝裏、うん、膝裏に香水つけるのが好きなんですよ。そうなんだ。
そう、大人の女性なんですってそれが。へえ、めっちゃいい。ママもそうしてみる。めっちゃ全身から均等に通る。普通だったらこことかだけの人っているやんか、うん、じゃなくても。でもつけすぎの人はもう怖いぐらいエレベーターの後の、うん、残ってるよね。それが嫌だから薄めの匂いにしてる。そうだね。ぜひお揃いに買います。ディオールって調べた、なんてやつだこれ。ディオールオムオード、あ、オムって書いてたのこれか、これのことか、うん、ディオールオムオーデトワレ、オーデトワレスプレー 50ml のやつですね。ディオールオムオーデトワレ、オムって書いてるから多分男性ってこと、わかんない。メンズっぽかった、うん、多分メンズのやつだと思います、知らんけど、うん、香水のなんかどっち派とかわかんないんですけど、香水の瓶が好きなんですよ。ママも集めて、なんか置いとくだけでセレブになった気分になる、うん、なんて書いてる、 HOMME、 オム、うん、オムだと男ですね、うん、あら、私じゃあ私の体から男性の香りしてるの、いやだ、いい感じだよ。いや、まあ見て、やだ、匂わせかぐんだみんな私の香水の匂いよっていうね。通勤電車で混じって苦しんだ経験あり、香水なので、あのね、私すごい鼻と耳がすごいいいんですよね、うん、だからあのパッて分かるんですよ、あ、これこの匂いだっていうのが分かるからこそきつい香水塗れないんですよね、うん、だから、ま、どの香水もめっちゃ塗ればきつくなるんで、チュッ、うん、プシュッって出ずにプチュッみたいな。スーさんが新しいグッズを作ったみたいです。なんか美術展みたいなやりません、わかんないけど、アンケートみたいなしてたけど、ね、行きたい、行きたいの。鑑賞用にもなりますね。そうなんですよ、目の保養になりますよね。私あとリップ集めるのも好き。あー、いっぱいあるね、あるよね。ママの今年のクリスマスプレゼントはリップでした。リップ見る、みんな、ママからのメイク用へのプレゼント、イヴ・サンローランのあのティントです。ピンクっぽい色で、私はこれと新しく買った、ロム&のこの赤のやつを重ねてるんですけど、今日はこれ使ってないまま、 3C の根がいい、うん、根がいいね。これとあとはラディアントタッチっていうめっちゃ目が綺麗に見えるコンシーラーと、あとは何、鏡とかもついてる。いつになったらネガイちゃんの香水の香りを確認できるのなら普通に握手会したいですよね。汗と香水とマックとか混じるとなかなかです。あるあるだ、あるあるだ、ママあるあるですね。そう、ネガイちゃんこんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは。みんなポチポチしてますか。今なんかポチポチしながら休憩しながら私のショールームを見てくださると嬉しいです。みんなを楽しませるために私はね、あのショールームやってるんですよ。まあ毎日やる、できる日はやるっていうのをスタンスなのと、ポチポチやるだけじゃダメじゃないですか、うんうんうん、ポチポチやりながら私の声を聞いてたら私のことを応援してて、応援してる人のナウな声が聞けるって最高じゃないですか、うんうんうん、と思ってやってます。ポチポチしてる、ありがとう。思い出した、何を、10人目育成中、ありがとうございます、育ててください、育ててください、うん、すごいね、可愛いでしょこれ、めっちゃお気に入り、マジでマジで出会ったね、もう本当に好き、ジュンです。シミ落ちた、あ、ちょっと探してんねんな、シミ落ちね、はい、探してます。タブレット片手にポチポチしてまする、ありがとうございます。お母さんも今ポチポチしてるからね、はい、ね、してます、ありがとうございます。これぐらいのことなら何ぼでもします、うん、そういえば起きてから何も食べてない、食べて倒れるよ、うん、ポチポチしてくれてたのかな、うん、あ、すみません、いや謝らなくていいんだよ、そんなんじゃないから、普通に普通にお笑いな感じで言ってるだけだから大丈夫よ。
全然大丈夫よ。最近私ね、あのパッションフォーユーの期間が始まってからビタミン剤飲むようになりました。そうなんですよ。あと漢方も飲むようになったくない？そうですね、やばくない？なんかファンの皆さんに心配かけるんですけど、ちょっと体が故障し始めてきて、あの肌荒れもしてきてるんで、ビタミン剤と漢方を飲んでるんですよね。TGC の時みたいに最初はめんどくさいなと思ってましたが、今は楽しくなってきましたね。そうなんですよね、そういう栄養ドリンク、うん、ビタミン剤ビタミン剤ね、こういうの。あ、でもね、栄養ドリンクもあるんですよ。あの12周年で飲んでたよね。まついな、あれグビビグビ飲んでた。もうなんかもう味の感覚わからなくなりますよね、本当に疲れたら。なんか普通飲むわって言わへんのに、とえもうあの頃は飲むって飲んでた。サプリです、サプリ飲んでます。栄養に困ったらウィダービタミンインゼリーがおすすめ。ウィダーね、ウィダーウィダー分かんないけど、ビタミン剤飲んでます。ビタミン剤最高だよね、なんか最高だよ、肌荒れに効くし。あの頃は、はそう、あの頃はもうダメ。エクストラ煉獄さんで読み方合ってるよね、煉獄さん。多分あれでしょ、鬼滅の刃でしょ、煉獄さんみたいな人を楽しむ。出てくるよね、あれめちゃくちゃ似てない？炎だし、髪型もなんか若干似てる気がする。入りに乗ったかな、なんかちょっとパッションフォーユーさん、私の中で入りに乗ってるイメージがあるんですよね、うん、速報の結果といい2人ね、エピョンいたもんね。バイデンだよね、バイデンとあるんですよね、トランプの時だから。多分ハイリーに乗ってるよね、素敵だと思いますよ。エクストラレンちゃん来たー、いけいけゴーゴー、エクストラゴーゴー。お腹空いたので711のバタービスケット食べて、バタービスケットって聞いただけで美味しそう、食べたい。和田アキ子さんの不倫日記知ってる？なんか聞いたことあるけどわからないな。古い日記、あ、それは古時計や。あ、ちょっと古い日記はわからない。なんか私の今頭に出てきたのはなんか全然多分関係ない古時計って曲が出てきました。古時計、おじいさんの時計みたいなやつが出てきました。疲れてる時は何がいいって、カツオバタークッキー最高じゃないですか。ママ最高です。お腹すいちゃう、後で食べる。キンパキンパ、餃子餃子、チヂミチヂミ、うなぎ、うなぎか、うなぎ食べたいな、食べに行こう今度。うん、煉獄さんといえば声優の野沢さんのモノマネしてる芸人に似てるかな。あーね、声優さんの名前って私覚えれないんですけど、なんか声で若干わかりますよね。あ、あの声優さんだって言って、なんかアニメオタクな人っているじゃないですか。私そのアニメオタクじゃないからわからないんですけど、みんなやってるかな、ポチポチ。絶対してるよね。死んでてるよ。うん、絶対してると思う。ありがとうございます。私もやってるからね。我が家も今夜は手作り餃子を作るみたい。おお、お揃い。私の家は王将です。餃子の王将、安い日だったんです昨日が。そうです。で買いに行ってくれましたお母さんが。ちょっと遠いもんね。でも王将って、はい。でも食べたかったんだよね。うん、今日はお酒は何飲むのママ。ね、いいやん、そういうお話好きやねん。ビールと、うん、
でもさ、いつも通りやな。そうです。あ、ガチャで願いのやつをのカードが3種類コンプリートできたって。ポチポチやってます、ありがとうございます。美味しいよね。ね、美味しいよね。知らないです、シュワちゃんの吹き替えの声優の人、知りたいな。シュワちゃんはシュワちゃん私たちはあの吹き替えじゃ見ないんですよ ね, 見ないんですよね。吹き替えは見ない。え、でもシュワちゃんはターミネーター吹き替えで見る。ちっちゃい頃からあの声だもん、わかる。それで見せてもらってたやん、うん、めっちゃもうなんかもうなんかもう本当に字幕なんだ。そうなんですよ、基本ね、うん、基本ほとんど。この前の実写化のアラジンだって字幕で見に行きました。うん、その俳優さんが好き。スミスの声じゃないと嫌なのね。いやでもあれやで、アラジン、アニメのアラジンの、うん、ジーニーやってた人と同じ声やった。え、そうなんだ。はっはっは、すごいだろうってやつあるじゃん。あの人がまんまウィル・スミスの声やってた。あー素晴らしい。だから私はいいと思ったんですけど、私的にはね、この話を聞いてほしい。私ディズニー大好きなんですよ。もうお姫様になりたいみたいな、ちっちゃい時の、うん、ちっちゃい時はもうシュワちゃんのターミネーターになるかなんか、なんかもうお姫様になりたいみたいな。もうちょっと現実味のある私はなんか眠れる森の美女チューしたら起きるってどういうことみたいなところもあったんですけど、うん、話自体すごくなんかファンタジックで一瞬現実逃避できるじゃないですか、うん、で美しくてのもなんかもう最高じゃないですか。ママそうだね。なんですけど、絶対歌あるじゃないですかママ、うん、ラプンツェルでも歌が出てくるでしょ、うん、どのディズニーのやつでも曲出てくるんですけど、実写化したら全然違うねん、一緒の曲なのに、うん、だから最初のアラビアナアイトってやつが流れてくるんですよね、うんうんうん、アラジンのアニメの方ではそれが多分なかったし、うんうん、あのソアリパッパには40人もの盗賊がいた、だけどマスターあんたはもっとラッキー、誰も叶いはしない、強いパワー赤のコーナー、操作パンチは爆弾、ほれ見てよドカン、ランプちょっとこするだけだよイエッサーってところがあるんですよ、うん、その流れがこの私が歌ってるのが多分ね、どっか単語間違えてるけど、うん、アニメなんですよ、もうディズニーのアニメ、うん、でも日本語でこれなんですけど、アラジンの実写版では同じ曲のテイストなんですけど違うんですよ歌詞が、うん、意味わかる？わかる。それが言ってた。無理なんですよ私の中で。なんかもうすごい素敵な映画なんだから字幕で見ます、うん、無理なんですよ。なんかいつもなんか違うって言ってた。いやもう全部頭に入ってるから、多分リトルマーメイドであの曲が流れて歌詞が違うかったら絶望に来る。ご主人様ご用は何？ご主人様ご用は何？表紙。ん？表紙。え、どんな曲だったっけ？ママ願いイヤホンあっちにない？そうなんですよ。私あの声が低いからジーニーって。声は低い声は出ないですけど、ちっちゃい頃からやってたんですよねジーニーの動きね、うん、いや本当にディズニーの曲は、まあ、今歌ったら分かんないんですけど、ちっちゃい頃からほとんど歌ってました。だからホールニューワールドの歌詞も違うんですよ。いや違うね、言ってた日本語の版、うん、あれは本当にショック、ショックだね。スピーチレスは良かった。あのジャスミンが実写版で一人でうわーって歌うところあるやんか、うんうんうん、あれは本当に生で撮ってるから、うんうんうん、歌いながら動いてるの本当に、あれそのまんま多分使ってるから、うん、あれは素敵だったんですけど、うん、フレンドライクミーだ、そう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 、旦那ってばまだてだってちょっとちょっと、あもう一回やりたいわかってるけどなんか早口なんですよね。ご存知でない。
ソアリ抜板には40人もの盗賊がいた。だけどマスターあんたはもっとラッキー、誰も叶いはしない。強いパワー赤のコーナー、操作パンチは爆弾。そんで見てよドカーン、アンプちょっとこするだけだよ。イエッサー、ご主人様ご用はなあに、はいご注文をどうぞ。あなたの、あ間違えた、よくとレストランで豪華なメニュー、チキンで出てくるねここ、うん、なんなりどうぞあなたのしもべ。イエッサー、最高サービス大丈夫キング、のぞみのもとをお手元にドゥビドゥババー。そうなんですよ、なんか歌わないでおくけどなんかバンされそうなディズニーの曲だから、なんか歌詞間違えましたけど、なんかテイストあるじゃないですか、うん、なんかイエッサーとかそこのところのなんか口調がもう頭に入ってるから大好きなんですよ。全然そこの口調全然合わせられる。でもフレンドライクミーはめっちゃ早口なんですよジーニーが。だから最初の旦那ってばまだご自分が手に入れたものの価値をご存知でないっていうところがめっちゃ早口だから私にとってもう全然無理なんですよね。でもなんかもうディズニーは曲歌詞が違うかったらちょっとショック。ママそうだよね、美女と野獣の、実写版も踊ってるところあるじゃないですか、うん、こうやって野獣とベルが武道会してるところのシーンがあるんですよ。知らない方もいると思うんですけど、実写版とやっぱりあれアニメのやつだったら違う、うん、日本語だったら、だから私は字幕を見に行く癖があるんですよね。なんか悲しくなる、ていうかセリフもほぼディズニーのやつは作品ごとにもうほぼここでこれ言う、ここでこれ言う、ここでこれ言うって言うから、なんか英語だったらなんか字幕の英語だったら許せるんですけど、日本語で聞いてるからちっちゃい頃から日本語の声で聞いてるから、なんかここでこれ言うのにと思っちゃうんですよ。だから日本と英語で一緒のアニメだったら尺訳が違うかったり言ってる言葉も違くて声に合わせるからアニメのそれを許せるんですけど、日本語で見てきて日本の実写版を見たら全然違う時があるから、もうなんかうなるんですよね。だから字幕で見ます。ごめんなさい、ディズニーが好きなファンのアイドルからの必死になりました。私は未来の願いちゃんの表紙が見えます、ありがとうございます。映画でも日本語吹き替えと字幕で意味合い違うことよくある。そうなんですよ、だから私は横にゃんのショールームに行ってきて横にゃんのファンのみんなにお願いしてきました、ありがとうございます。なんて言ってくださってたんでしょうね、うん、ご主人様ご用は何、表紙になりたい、ここあるじゃんママ、これ肩の動きとかあるんですよ、あれも覚えてる。こだわりが強いですね、それだけ愛がある証拠ですね。そうなんですよね。でもリトルマーメイドとかママ一個言っていい、うん、リトルマーメイドもはちょっと実写化しないでほしい私の中で。そうだね、セバスチャンとかフランダーがいるんですよ。セバスチャンってのはカニとフランダーっていう可愛い黄色と青の魚がいるんですよ、アリエルの横におる。実写版になったら立体的になるよね CG で、うんうん、なんかイラストのアリエルが好きなんです私の中では、っていうねこだわりがあるんですよ。ラプンツェルもやめてほしい、ママ、うん、わかる？わかる。ラプンツェルは嫌かな、うん、ピクサーの中だったらディズニーピクサーの方あるじゃん、うん、プリンセスの方じゃなくてミスターインクレディブルとメインブラックじゃない、違うモンスターズインクがすごく好きです願い。私も好き、ブー大好きなんですよ、感じ。I love モンスターズインク。あーちゃんもねモンスターズインク好きですよ。なんかねホールニューワールドは日本語アニメ版では
アホニューは初めての世界みたいな感じなんですよ、うん、流れ星は不思議な夢に、なんとかなんとかみたいな感じなんですけど、最初の方もなんかあるんですよ、目を開いてこの広い世界をみたいな、王子様が言うところの歌詞もアニメと違うかったんです、実写版。そうなの、覚えてるから、うん、ま、すぐ歌えって言われたら無理だけど、うん、違和感は絶対にあるんですよ聞いてて、うん、だからちょっと無理だったんですよね、うん、トイストーリーが実写版しないでほしいです、あれは実写版できなくない、逆に、うん、まあ、まあ無理じゃない、うん、トイストーリーは好きなものには夢中になってしまう、そうなんです、もうごめんなさいね、全然違う脱線してたんですけど、もうね準備しないといけないよね多分。でもまだ山って言ってたからね。山と言ってない、今から帰って準備って言ってた。あ、今から帰って、うん。ミスターインクレディルパパさんみたいですよね。そう似てるだよね、だから好きなのかもしれない、ね、今のママの髪型はマジで奥さん、そうかな、インクレディブルの奥さん、ショートにしたで、長い髪の毛、なんか名前全員言わないんですけど、長い髪の女の子いるじゃんか、うん、アーチャーに似てる、それは思ってた、うん、このちょっと引っ込み思案なところとかが、うん、アーチャーに似てるんだけど、うん、会いに行く私はいないんだよね。でもあの下の子のダッシュ、ダッシュの気持ちはネーピョンに、ちっちゃい時のネーピョンに似てる、赤ちゃん、あ、ママの、ママがやってるのは男の子の方か赤ちゃんの方か、赤あ、赤ちゃんね、ゃん、あのいっぱい持ってる子やろ、一つの能力じゃない子やろ、そうそうそう、最後鬼になってゴンってなったりする、あの子ね、うん、横にゃんも願いのこと応援してるよ、横にゃん大好きよ、あ、パッションフォーユー見たよ、予告しか見れなかったから、なんかどうやってフルで見んのか分かんないんだよね、横にゃん写真めっちゃ可愛かった、いつも可愛いけど、あの子は、うんうん、服めっちゃ似合ってた、衣装あれ光るんですね素敵でした、私も横にゃんに表紙になれたよって報告できたらいいね、できます、ちょっと表紙になれたらね、横にゃんに LINE でなんかありがとうって言います言います、勝手になんかプライベートの話しちゃってありがとうって言いますね、よしになれたらですけど、あ、深井家超人一家なんですよ、そうなんです、ミスター、本当にごめんなさい、私ファンの皆さんのことなんかファンの皆さんのことを好きにさせるね、うん、あ、能力を持ってて、ちょっとパパの場合はなんか喋る能力と投げる能力があるんですよ、ママもめっちゃ強いし、ね、横にゃんルームに亡者が現れました、何、誰が現れたの、ファンの人の名前だったら読めないけどね私、うん、こんばんも頑張るよ、頑張りましょう、今私の横にあるベッドの机はめちゃくちゃ可愛いんですね、見て、今日ママの、後でモブに写真送ります、ね、私のベッドの横にある机があるんですけど、私のベッドの横にある机はマジで今世界一可愛いと思います、お姉ちゃんからもらったマニキュアと、ママからもらったイブサンローランと、お姉ちゃんからもらった韓国の旅行に行った時にもらったこのスケジュールブックもらいました、お姉ちゃんが韓国の旅行に多分彼氏さんと行った時に買ってくれたやつ、ちょっとこの子のまでしよう、来年のかな、来年ので使いますとか、すみれさんのグッズのイヤリングとか置いてあるんですけど、めちゃくちゃ可愛いから後でもまめに送りますね、横にゃんがグラビアに出ないから願いに全票入れたって人がいたよ、あとモサです、あ、モサでした、モージャって呼んでた、うん、だから横にゃんがグラビアに出ないから、うん、願いに入れてくれて、横にゃんのファンが、ありがとうございます、なんかお手伝いってか支援してくれてるファンの方がもしね
今日言いに行ってくださったことで増えていたら、うん、とてもありがたいですけど、強制はできないですからね。うん、ありがとう。ミスターインクレディブのキャラクターの中で一番お気に入りのキャラクターは何ですか？あの人が好き。ママお願い。スーツ作る人。わあ、めっちゃなんかそこつく？そこつく。わかります？名前言えない。ちょっとミスターインクレディブルのキャラクターを探しますね。ちょっと言えないな。ミスターインクレディブル。すごいとこついたね。なんて名前だったっけあの人。あ、エドナモード。エドナ。この人がスーツ作るんだよね。この人がめっちゃ好き。面白いしね。エドナモード、カリスマデザイナー、ヒーローのスーツを手掛けるデザイナー、パリコレの常連で、そのデザインは独創的、仕事には高いプライドを持ち、いつでも自信満々で、どんなヒーローよりも態度がでかい、態度が大きい、日本人とドイツ人のハーフやね。へえ、そうなんだ。らしい。で、あのこの自信満々なところがあるんですよ。自分の仕事と自分の行動にこだわりを持ってるところが大好きなんです。なんかみたいな、もうなんかもう あなたの意見いらないから私のスーツの形をバンバンみたいな、うんうん、なんかミスターインクレディブルが新しいスーツを一作目で作りに行くときに、なんかなんていうのあれじゃん、ヒーローってなんかはここにさマント、マント、うん、マントはダメみたいな、うん、何年にそのマントをつけたヒーローが飛行機のブルブルブルってやつに巻き込まれて、うん、亡くなったわみたいな、うん、こう自分の意見をパンパン言えるところがかっこいいなと思って好きなんですけど。 AKB の振り替えエントリーしたよ。ありがとう。待ってるね。願いに少しだけだけどパッションフォーユーに投票しました。ありがとう。ありがとうございます。ママは誰が好きなん？それはやっぱりパパも見た。ボブ？それと赤ちゃん。赤ちゃん、ジャックジャックか。願いジャックジャックに似てんのやろ。似てたね。願いのちっちゃい頃こんな感じらしいです。確かに能力未知数だね私。うん、未知数。この子も能力未知数やもん、うん、うん、確かに。家族みんなに愛され守られている末っ子で一家のアイドル的存在。おお、私一家のアイドルや。一応アイドルの仕事やってるから、うん、家族には愛されてます。好奇心いっぱい、怖いもの知らずの活発な赤ちゃん。好奇心はあるけど怖いものあるよ。その無邪気ちっちゃい頃はやろ。 その無邪気な笑顔を見ればどんな人でも幸せな気持ちになる、うん、パワーは無邪気に放つ過激なパワー。ボブにもコントロール不可能。おむつを叩いたら目からビーム、空中浮遊や分身の術もあるらしいです。強い。お姉ちゃんのなんか行動の仕方がちょっとバイオレットに似てるんです。今は堂々としてるけど、なんかこの子ね、バイオレット、この子に似てるくらい。ママ似てるよね。似てる。もう体型もやっぱり。すまんな、こんな綺麗な体型じゃなくて私。いや、もうそんなことない。バリアがあるやね、ママ、うん、で透明にもなれる。そう、大好き。目の周りが黒かったのね。やって、うん、それはない。ちょっと違うけど、それマスクしてない。ヨコニャンが優しいから愛戦士の優しい人が多いんでしょ。そうですね。エドナモード、話し方が独特ですよね。こうやってこうやって、ママなんかそうそうそう、ちっちゃいんですよ。しかもで、ジャックジャックのジャックジャックを2作目で連れてくんですよ。なんか、うん、預かってくれと、うん、でこの子にスーツ作ってくれて、赤ちゃんに作るスーツなんてないわって言った瞬間に、ジャックジャックがいろんな分身とかやるから、これはちょっと最高って言って切り替えの早いのが好き、うん、自分の顔になるんやん、ジャックジャックが、うん、っていうのがあるんですよね。すいません、なんかすごくなんかまた語ってしまいました、ごめんなさい。でもね、私の語ってる時のね、あの幸せそうな顔が好きって方いるんですよ、うんうんうん、好きなこととなると幸せそうですよね、私って。さて、これぐらいにしましょうか。皆さんぼちぼちしてくださってるみたいですね。ね、1時間超えましたね。なので、高
水と今日はねスクショしましょう。皆さん今から私はお父さんと一緒に17体目突入だって、すごい育成ありがとうございます。今から久しぶりに家族でオンライン食事会をするので、ちょっとポチポチできないんですけど、その後に頑張ってポチポチするので許してください。ちょっとだけ休みの時間をご飯食べるときいただきます。それではスクショタイム。あとで私のもうめちゃくちゃ可愛い机をねもう場面に送ります。もう惚れますよ。はい、チーズ。シュッシュ。さてこんな感じ。確かにこれなんか一気飲みできそうなの。こっちの色はテキーラの色に似てる。あ、テキーラ飲んだことないから分かんない。で皆さんね、本当に天使ソウォンちゃん、はい、可愛いネガイちゃんの写真を待ってます。 OK、 それでは皆さんねポチポチよろしくお願いします。私はちょっとご飯を家族で団らんしてからやります。皆さんだけには任せませんので家族全員でやってます。姉はちょっとねできないんですけど、私パパママで一生懸命やってるので頑張りましょう。絶対勝ちましょう。それでは皆さんバイバーイ。ありがとうございました。